実は今僕が不定期でスタイルのね、はい、一緒にやっているガマジャクシの様子というイベントでもですね、よくやられてありがとうございました。その時に皆さんにですね、一つ、はい、陽平のステージの時、やっぱりお客さんへのこの手前具合というかさ、語りかけとか包み込み具合というか、あれは本当に陽平の大きな魅力だなってすごく思って、だってイベントってどちらかというと、はい、僕とか金目さんとかのファンの人たちがまず客席にいて、そこで他流試合のように、ね、若手が乗り込んできてやらなきゃいけない企画じゃないですか。なんか本当に頑張りよかったですよ、ね、なのにやっぱり巻き込んでいった部分って、やっぱそれを同時に結局は陽平のキャラクターもあるんだろうけど、それ以上にそのキャラクターもそのままメロディーとか言葉になっているっていうことだもんね。そうなんですよね。なんかだってポンってこうこの人誰っていう感じでこう現れても、うん、じゃあ使ってくださいってなってるのかな、うん、じゃあ僕こういう人間でこういう人なんですっていうのがいいな、あこんな人やっていうのが見えたら、うん、じゃあ次の歌聴いてみようかなって僕ならきっと思うなと思ったんですよ、ね、だから自然とそういうパフォーマンスになっていくのかなというふうには思います。なるほどね。今までいろんなところで、ストリートライブだったりとか、はい、日当たりのコンサートライブハウスとかでやってきたと思うんですけども、はい、やっぱりこの各地各場所でお客さんのトーンって100種類、もう1000種類でしょ。なんと思いますね。ね、もうこれはもう結構僕年間270本ぐらいした年もあったんですけど、うん、もう毎回違うなと思って、うん、昨日めっちゃ受けてたのに、すごい滑ってる、もうダメや、隣の県なのに、みたいなすごいあったりして、うん、その年は、ライブも多かったので、